できましたわ。これでよし。間違いありませんわ。行きたい場所を選んでくださいね。ここで良いでしょうか。何かしら。これがいいかしら。これでいいかしら。おやおや、よく来たのさ。さて、何が欲しいのさ。特別に割引するのさ。あなた見ない顔ね、ちょっと無視しないで。一目見たなら釘付けでしょう。高貴なこの行きたい場所を選んでくださいね。ここで良いでしょ。もう寮に帰る時間ですわ。巻き髪、青巻き楽器、キマッキマキ、ふみゅー。ベルネ、お前の負けだ。どなたの放課後を覗き見しましょうか。こちらの方でよろしいですか。ナーミンがお弁当作ってる。その調理器具、私の自前のものですが、何か。ううん、何でもない。前に見た高級そうな調理器具、ナナちゃんのだったんだ。ねえねえ、ナーミン、お弁当の中身見てもいい？ええ、ご自由にどうぞ。舌を持つって言われてるんでしょ。料理がすっごく上手だから専属のシェフもタジタジだって。お料理はもともと好きでして、銀城家のバトラーに手ほどきを受けましたの。メイド長にはお嬢様がそのような雑務をされるなどとんでもないと叱られましたが。はあ、わかる。私も料理しようとすると専属のシェフさんたちに怒られるんだ。全然会話についていけない。二人ともやっぱりお嬢様なんだな。ところでさ、ナーミン、お弁当のおかず一口もらっていい？構いませんわ。暁さんもよろしければどうぞ。いいの？それじゃあお言葉に甘えて。ナナちゃん。はい。結婚しよう。はい。突然何をおっしゃるのですか。いや、ごめん、つい。
ナちゃんにお嫁に来てもらえば、この絶品料理を毎日食べられるんだと思って。その気持ちわかる。本当に美味しい。私もナーミンがお嫁に欲しいよ。バカなことをおっしゃらないでください。ご結婚はできませんが、同じお弁当をご用意することならできますわよ。本当？みんなの分もできる？まあ。ぜひお願いします。楽しみにしてるね。こちらのお弁当を一つ作るのに2時間はかかるのですが、今さら後には引けませんわね。どなたの放課後を覗き見しましょうか。こちらの方でよろしいですか？これは落とし物かしら。香水のようですわね。この香水、見覚えが。確かこの香水は紫さんのもの。今頃困っているかもしれませんわね。その香水探していたのよ。ななみちゃん、見つけてくれてありがとう。礼には及びませんわ。当然のことをしたまでですもの。それでも助かったのは本当だから、ほんのお礼を。ちょっと、頬にキスだなんて、何を考えてますの？ななみちゃんも可愛いわね。顔が真っ赤よ。それは紫さんが。紫さん、こういった言動は慎んだ方がよろしくてよ。そう言われても、私にとっては挨拶のようなものなのだけれど。挨拶であっても、時と場合をわきまえていただかなくては。おやすみなさいませ。今日も素敵な一日が始まりましたわ。ラベリーズ